どうもこんにちは、モゴです。皆さんですね、最近ランクマッチに潜ってて気づいたことがありませんか？そう、第1弾パック環境で猛威を振るっていたいわゆる古き良きミッドレンジロイヤルが今かなり復権しつつあるんですよね。で、まあ自分はちょっと、まあ現代流にその、古き良きミッドレンジをアレンジしたデッキを組んでまいりました。まあヴァンガードですね。クイブレじゃなくてヴァンガードを採用してます。で、死の教えだったり、いろんな、まああとこのアドバンスブレーダーとかのやっぱドローソースを中心に組み込んで、まあ最後、最大コストはまあ8コストのアレキサンダー。で、やはりこの聖児乙姫のコンボは、しかしやはりこの、健在ということでまあ入れてて、で、フェンサー。もう復活させました。あとアセンティックナイトであったり、まあいろいろ横に並べられるカードをたくさん入れてみましたと。はい。まあ、本当に、まあ特に今マスターに上がって、すごいなんかロイヤル見るんすよね。まあなので、ちょっとまあ、一体こういう、まあミッドレンジ ロイヤルの、ね、強さがどんなものなのかっていうのを皆さんにちょっと見せていこうかなと思います。はい。はい、マッチングいたしました。よろしくお願いします。エルフに対して、高校を取っていく。ええっすね、これ。これ、てかもうこのままでいい気がする。3ターン目ちょっと怖いけど、このままでいいや。とりあえずは。よろしくお願いします。相手はマスター？あ、マスター、もうすぐマスターって感じか。はい。うわぁ、なんでこんなかぶんねん、お前。3コス出せへんかもしれへんな、これ。うわ。とりあえず、渾身で。オーレリアでもな、やっぱ高校でしょ。しかも今のエルフってやっぱ、テンポ多いから、防御力をやっぱ、出したかったんだよな。なんかせめて引いてくれ。3コス。まあ、いや、ここでだから、多少2ターン目、3ターン目、事故っても戦えるっていうところを見せて、やっとその、まあ、あ、このデッキ強いんだよなっていうのが、皆さんに分かっていただけるかと思うんで。まあ、どんな相手。お、相手顔殴るんだ。なるほど。お前、さっきこういうノービストルーパー、お前、せめて。まあ、いや、不動フェン。こっから不動フェンどうすれ、不動フェン、ロイスへも連打しまくる。で、盤面取ります。はい。当然ここは盤面。盛り上がし。まあ、OK。除去される分には何の問題もない。フェアリー、羽の輝き。で、フェアリー進化でしょ？ OK、OK、OK。このターンダメージ受けなかったし、どうしようかな、フローラルフェンサー。あ、死の教え引いた。どうしようかな。まあでもフローラルフェンサーかな。ちょっと悩むんすよね、これ。悩むんですけど、まあ、フォロワー全部残るし、次僕、政治コマンダー引くから、こう取るか、やっぱり。これプレイできるカードが。あ、ごめん。ナイトに使えばよかったな。ナイトに使うべきやったかな。しもった。ナイトに使うべきやった。何で使えへんねん。さあ、まあ、今、ミッドレンジありがちな、このフローラルフェンサー連打して横に並べてっていう形。まあ、今のところ、ムーブとしては理想的ではあるし、終盤特に強いんで、6ターン目、7ターン目。ウォーターフェアリー。フェアリーリスパラー。あいつちょっと止まってるね。冥府どうなん、冥府なんかないで。
えらい兆候してますけど。さあ、フェアリー展開。エルフの少女リザ。ってことは、このターンもダメージを受けることはないと。なるほど。ウォーターフェアリー。まあ、今の環境において、根源ってあんまないから、ここはもうロイヤルセーバーを安心して出せるやろ。あ、先ドローすべきやったらまあいいや。ロイヤルセーバーで取ります。もうちょっと先ドロー。あ、アレクサンダー引いた。こう行って倒して盤面で、この状況のオレリアだいぶ強いはず。しかも相手も進化使い切ってるし。森の石、うわうぜー。何回食らうんだこれ。全部死ぬか、全力されるこれ。うわ、きっちり全部除去されたが、まあ盤面が綺麗になっただけ。フロントガードジェネラー出します。フェアリー、フェアリー、羽の輝き。あえて羽の輝き3枚使ってるやん。だから多分テンポロスしてんのや。さあどうする。まあ、横に並べるだけだったらもうアレキサンダーでもう全部打ち破るし、ベビーエルフメイ。お、あれかな、エンシェント。なるほど、エンシェントやったらまあこれジャストいい感じ。アレキサンダーで除去れるし、アレキサンダーでいいっしょ。陽動おじさん、制覇おじさん。そして5点当てていくと、盛り嵐で、また新たな傷が増えたか。また新たな傷が増えたか。アレキサンダーでデビュー不明。自然の導き、相手結構苦しいよな。イノセウスはクロジェネを除去するためだけの感じになったと。やっぱアドブレとかあるから手札切れ。あ、オッケーオッケーオッケー。どうしようか、先にメイド出しますか。メイド出してから、あ、ロイヤルセーバー、まあ、ここアルビダとヴァンガード、まあ、全部展開でいいんじゃないですかね。てかこれなんか冥府なんかな、運命は全然引けてない冥府ってことこれ。うぜー、マジかよ。導きやめろよマジで。全然負けるからな。うわ、きつすぎ。渾身の一振り一応使っとこう。渾身、そしてこいつ、あ、それが盤面をもっと考えるんやったらさ、なんか渾身じゃなくて 2枚でいった方がよかったな。もっと展開すればよかった。ここは疾走感のあるノーミスでいきます。出した単に顔いけるんで。
ね、また8回復でしょこれ。ただもう戻す術がないはずよ。なるほど。したら手柄にしてやる。しょー、甘く見ないでください。はい、申し訳ありません。ご主人様、いざ出撃。アドバンスブレーダー守り抜く。ヒーローズの隅に置いてきな。仲間ってのはいいもんだ。あ、なんでなんでこっち出すの俺。待ち、もうだからさ、PC 版このバグ以外直せよ。今完全にノーベストフォン使うんだよ。まだ出てくるかお前。お前まだ戻すかそうやってお前。え、どんだけ削っても意味ないやんこれ。うわ、しかも盤面ロックされた件について、あ、盤面が完全ロックされたなんかこれ。おい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 、いやでも相手がまだキーカードを引けてないんでしょこれ多分。フェアビー24枚墓地フェアリーサークル、エンシェントとかもう3枚使ったよな相手な。フェアリー、ちょっと待てよ。まあ、とりあえず、お、来た、政治来た、やっと来たかお前、やっと来てくれたか政治コマンダーよ。どうだ、ちょっとこいつ死んでもらいます。単純に死んでもらう。ノービストから政治5万だで、さすがにフェアビアもう除去しなくちゃいけなくて、こうやどうよ。さあさすがにこれで相手はもうなすすべなしといったところやろ。森の石、うわっと9点？いや、8点か。いや、でも8点なら多分誰かしら残ってくれるやろ。奴は四天王の中でも最弱。奴は四天王の中でも2番目に弱い。あ、みんな、あと、あ、残った。3体残った。3体残った。3体残った。いけるか、これ。冥府は来ないぞ。冥府も根源もない。あ。ということで無事にね、勝ちましたと。ということでちょっととんでもない無駄に長い試合でしたけども、フェアリービーストがもうただただ、うざいということがね、お分かりだけなんじゃないですか、ね、まあ、とはいえ、冥府とはいえ、まあ多分、まあ相手も運命を引けてなかったし、回んなきゃこんなもんってことですよね、つまりね。はい。まあ、完全に事故ってたな、相手。はい、待ちもしました。ビショップ。どうぞお覚悟を。光があなたを導くでしょう。先行やしな。アドブレ持っときたいねんけどな。まあでも序盤事故るぐらいなら、うん、これでよかったと思います。相手が3枚引き直し。さあ、よろしくお願いします。序盤いかに戦っていくか大事だからね。政治コマンダー、不屈の兵士からですかね。もう先行取ったからにはもう一気に行く。うわー、いいな、かよ。うぜえな。ノービストで顔いきます。取って、さあエイラの出ましか、
あ、なるほど。回復して1枚引くと。ドローソースが優秀なんだよな、本当に。エイラは。それがずるい。そのくせ事故るから弱いとか言い出すもんな。さあ、やっぱこういう時に5ターン目にな、アドバンスプレーダーとか出せればすごい強いんだけど。さあ、鉄製の僧侶が来る。メイドリーダー、フェンサー引きたい。あー、アドバンスブレーダー引いたけど、まあここはノービスと進化で顔いきます。手札が弱いんですよね、これ。レディアンスエンジェル、まあ、レディアンスシンガーノービス取るみたいな感じやろ。我がシルベに従うがいい。ずっと一緒よ。まあ盤面やな。あー、アドバンス、ヴァンガード、やっぱ先行やからもう積極的に顔を攻めないと間に合わなくなるのかな。漆黒の横転。あと手札もめっちゃあるしな。もうちょっとこれはもうきつい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 。ちょっとすでにきつい。これエイラなんかなくても全然強いもん。申し訳ありません、ご主人様。あー、いいカード引いた。あ、いいや、ヒラメ。で、喜んでたらテミスでしょ。まあ、これがあるからほんまゴミ。しるべがなくても人の子は。ただ、マーキーだ、まだ諦める段階ではない。ノービスト。アセンティック。横に展開していく。うわー、出た四天使。もう勘弁してくれよ。ただまっすぐに。あ、ごめん、なんで殴ってんねん。まあいいや。だったら丸ビラ出して、横に広げてから次政治って流れ作るか。耐えてくれ、頼む。テミスだけやめて、テミスだけや。見習いシスター。どっちを回復するか。あ、そっちってことはもしかしてもう終わり俺。嘘だろまさか。いやいやいや、まだ、いや、そんなことないでしょ。全然ないでしょ、そんなこと。もうさすがにもうない。来るわけないもん。わかってんもん。